スタレットはアメリカ海軍の駆逐艦、ポールディング級駆逐艦の一隻。艦名はアンドリュー・スタレットにちなむ。スタレットは1909年3月22日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーー戦場で帰港する。1910年5月12日にドロシー・ロザリー・スタレット・ギッティングズによって浸水し、1910年12月15日に 艦長ロバート・エルベリー大員の指揮下収益する。1913年まで、スタレットは4月から12月まで、ボストン沖の東海岸沿いで、作戦活動に従事し、1月から4月までキューバのグアンタナモアンでの訓練及び戦闘訓練に従事した。1913年11月5日に、予備役に置かれ、水雷艦隊での任務を継続した。 1914年1月20日に、サウスカロライナ州チャールストンを出港、ルイジアナ州ニューオーリンズに到着し、3月2日に、フロリダ州マイアミのケープカナベラルで停泊、キーウェストに移動し、アラバマ州モービルに到着した。翌日新たに創設された予備役水雷小艦隊に加わり、テキサス州ガルベストン沖のメキシコ湾で活動した。6月に、大西洋岸に戻り、 バージニア州ノーフォークを拠点として沿岸パトロールとカリブ海での訓練を再開した。スタレットの上院は1916年1月5日に縮小され、その年の春の間はカリブ海で活動した。1916年6月1日、スタレットはドミニカ共和国のモンテクリスティに上陸した海兵隊の支援を行う。海兵隊はサンティアゴデロス・カバリエロスに進軍し、 秩序の回復と生命、財産の保護に当たった。間もなく、スタレットはノーホークに帰還し、東海岸沿いの任務を再開した。1917年1月1日にミシシッピ側に入り、ニューオーリンズで停泊、ビックスバーグに向けて出港した。スタレットは再び湾に入り、テキサス州の沿岸をパトロールした後、3月18日にキーウェストへ移動した。 スタレットはキーウェストからキューバ沿岸までの範囲で活動した。1917年4月にアメリカ合衆国は第一次世界大戦に参戦した。同年6月9日までにスタレットはアイルランドのクイーンズタウンに移動し終戦まで同地で活動した。スタレットは戦団を護衛してアイルランドのベレハーベニアイングランドのデボンポートに送り届けた。 これらの海域でイギリス及びフランスの駆逐艦が航海の最終工程に対する責任を負った。1918年になると連合国は戦争の終結に向けて努力を講じることとなった。ドイツ海軍は強まる連合国軍による海上封鎖に対して潜水艦船で応じ、その戦いは激しいものとなった。このことに伴ってスタレットは 週あたり1日から2日、あるいはそれ以上に厳しいスケジュールで、戦団護衛任務に当たった。スタレットが取った新たな戦術の一つ、航空機による偵察は、現在の対潜水艦船の講師となるものであった。クイーンズタウンに到着してから1年足らずの1918年5月31日、連絡地点に輸送船を集合させていた、スタレットは浮上した U ボートに遭遇した。 スタレットが接近すると、U ボートは直ちに先行した。スタレットは爆雷攻撃を開始し、間もなく気泡と油が海面に浮き上がった。爆雷を使い果たした後、スタレットは敵潜水艦の気泡及び油の跡を追跡し、その空気とバッテリーの消耗を図った。追跡は夜通し行われ、夜が明けると、その苦労が報われることとなった。 スタレットはおよそ1000ヤードの距離に浮上した U ボートを確認した。潜水艦へ体当たりするため、スタレットは全速で航行した。だが、U ボートは左右に回避し、スタレットは20フィートの距離ですれ違った。U ボートは潜水を試み、スタレットは砲撃を行おうとしたが、あまりにも短時間の出来事で、スタレットの砲手は艦の下を滑って逃走する。 ユーボートをどうしようもなく見送るだけであった。スタレットの粘り強い追跡について主幹と水兵はアイルランド沿岸司令官の賞賛を受け取ることとなった。1918年10月4日には16隻からなる船団を護衛中にユーボートの攻撃を受け、船団のうち日本の可客船、平野丸を撃沈された。1918年11月11日に 急戦協定が成立し、スタレットの勢力的な任務に終止符が打たれた。1919年1月3日までにスタレットはジャールストンに帰還し、そこからペンシルベニア州フィラデルフィアに移動、1919年12月9日に退役した。予備役状態で15年ほど保管され、1935年3月9日にスタレットは除籍された。 6月28日、スタレットはバージニア州ノーフォークの M ブラックカンパニー社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。